はい、皆さん、こんばんは。酒好きな元新潟人のユッキーです。今回は飲んでいく？今日はね、久々というかね、変わり種、こちらプリマスジンです。ジンは久々ですね。まあ、ジンはね、あんまりね、俺固定のジンしかあんま買わないからね。こちらは、これ2000円ぐらいで、割と安いんだよ。アルコール度数が41.2%。容量が 700ml。原産国はイギリスの、これは、ロンドンドライジンなのかな。特にロンドンとかは書いてないんだけど。こちらはね、由緒ある、ジンなんです。こちら何が由緒あるかというとですね、ここに、帆船のマークが書かれてるんですが、まあ、絵が書かれてるんですが、こちらはですね、このプリマスジンというのはもともと、ジントニックというのが、飲まれたのが確かジントニックっていうのが、最初、このジンから生まれたっていう、らしいのがどっかの文献で読んだ気がする。あれ、これどうやって開けるの？それではね、飲んでいきたいと思います。今日はね、そのジントニックもね、飲みたいんで、ジントニックもね、飲みたいと思います。開いたり。あ、あれだ。コルクではない。コルクではないですね。それでは、とりあえずストレートで。ストレートで。いただきます。確かね、ジントニックっていうのは、このプリマスジンから生まれたはずなんですよ。おそらくこの帆船は、そのジンの、ジントニックっていうのが生まれた、逸話のなんだっけ。まあいいや、よくわかんない。香りは弱いですね。香り弱めのジンですね。これ飲みやすい。飲みやすいジンですね。プリマスジン。あれ、ごめん、間違えたかもしれない。ジントニックじゃなかったっけ？あ、違った。 違った。にわかを露呈した。ギムレットには早すぎるっていう、言葉聞いたことありますか？ね。プリマスジン、にコーディアルライムというギムレットはね、の、レシピの元祖なんですね、これ。プリマスジンはイングランド南西部、イギリス海軍の軍港である、プリマスで作られる香りが強く、ほのかで甘いジンのこと。コーディアルはもともと、うんたらかんたらって書いてあるね。
これ多分ギムレットですね。多分ギムレットですかね。ギムレットには早すぎる。この、本当のギムレットは、ジンがね、プリマスジンを2分の1とローズのライムジュース、過去コーディアルを2分の1で、ステアしてグラスで必要に応じて氷と書いてありますね。うん、これが、元祖らしい。です。で、このローズの、ローズっていうメーカーの、ライムジュースも今売ってまして、まあ、ローズのライムジュース、っていうのを自分で作ってみるのもいいかもしれません。一応 Amazon で、1リッターで2480円で売ってますね。ローズのライムジュース。結構甘いですね、このジンは。この本当のギムレットを作ってくれるバーが日本にも数件存在します。ローズのライムジュースは日本では手に入らないのでって書いてありますけど、普通に Amazon で今は2480円と。イギリスより直送って書いてあるな。発送完了まで手元まで10から14日いただく場合があります。まあ、仕方ないですね。なるほどね。一般的なギムレットってっていうのは、本来ステアするんじゃなくて、シェイクで作るらしいんですけど、このサボイのギムレットっていうのは、ジンやね、ステアなんですね。うん。そこが違うのと、あと、サボイのギムレットはジンを1対、ライムジュース1っていう、本来はジンが3対、ライムジュース1とかなんですよ。だからそれが全然違うと。うん。で、あと、オンザロックで作るのに対して、一般的なギムレットはショートカクテルで作る。サボイのギムレットをオンザロックで作る。ではそもそもこのギムレットには早すぎるのは何のあれなんだっけ？そもそもわかんない。あ、一節。レイモンド・チャドラーの名作、長いお別れの一節らしい。どういう意味なんだ？ここにですね、この小説に、本当のギムレットはジンとローズのライムジュースを半分ずつ。他には何も入れないんだ。マルティになんかとてもかなわないって感じ。
まあいいや。まあでも、1リッターもいらねえよな、ライムジュース。まあでも、コーディアルライムだから、まあ保存は効くんでしょうね。コーディアルライムって、砂糖を加わってるんで、結構保存は効くとは思います。多分。生の、ライムジュースだと、100% 果汁のとかだと、全然持たないですからね。ウィキペディア、ギムレットに書いてあります。レイモンド・チャンドラーのハードボイルド小説、長い別れの中の、代表的なセリフが、ギムレットには早すぎる。カクテルブックなどでは、なんとかかんとかかんとかかんとかと。セリフだけ見て、ギムレットのような強い酒を飲むには、まだ時刻が早いというふうに思われがちだが、実際は異なり、物語全体における重要な意味が含まれている。小説中にはレノックスがギムレットのこだわりを語る場面として、本当のギムレットはジンとローズ社のライムジュースを半分ずつ、他には何も入れないというセリフがある。ここで言われるローズ社のライムジュースはコーディアルライムのことで、このレシピで作ったギムレットは甘みの強いローム社、甘みの強いローズ社製ライムジュースを半分も入れているため、ハードボイルドなイメージと違ってかなり甘い。俺結構こういうの好きですね。でね、これ、結局ギムレットって別にコーディアルライムじゃなくて、ただの生の 100% ライムジュースでもいいんです。作るのには。でも、やっぱコーディアルライム作るのが好きなんですよ、俺は。うん。で、俺もめんどくさがり屋なんで、いちいちシェイカーなんて使わずに、普通に、ビルドで、ステアして作ります。めんどくさい。氷入れてね。うん。なるほどね。そういう意味から、めんどくさがり屋にはいいかもしれないですね。ただ、コーディアルライム1リットルでお前2480円はクソ高いだろうな。高いなんてもんじゃないよ。うん。もう高いなんてもんじゃない。倍、ん ?1000 円ぐらいで買えるわ。1リッターでも1000円ぐらいで買えるよ。普通の。そこら辺で売ってる、コーディアルライム。まあ、あれだね。安く見積もっても、じゃ高く見積もってもいい、倍はするね。うん。まあ、これは結局のところ、これ配送料無料ってなってますけど、イギリスから直送って書いてあるからね。おそらく、この値段も、あれになってんでしょうね。うん。送料の、あれを加味してんだろうね。でもちょっと欲しいですね。ローズ社のライムジュースね。俺もギムレット大好きなんで、ちょっとあれです。で、レビューを見ると、すごい大半が外国の人のレビューですね。うん。外国の人のレビューで全部5つ星になってますね。まあでも、俺はバカ舌なんでこんなん絶対わからない。コーディアルライムを飲み比べて、あ、こっちがローズ社ってわかると思えない。ですよね。確実にね。
感想としてはこれ香りがどぎつくないんで、うん、全体的に丸みがある香り、香りはおとなしいですね。なんか香りが強いとかって書いてあったけど、全然香り強くない。うん。で、そうだな、飲みやすい。うん。ジンってすっげえ香り強いやつってあるんだけど、結構嫌いな人も多いんですよ。薬草とか使ってるからね。で、確かに、結構匂うやつはすっげえ匂うんだよ。俺が一番匂うのと思ったのがあれ、なんだっけ。シュリヒテシュタインヘーガーっていうジンね。あれは、臭すぎて、あれはまともに、もう、捨てた気がする。捨てたんじゃなかったっけ？超まずかったもんな、あれ。シュリヒテシュタインヘーガーって。なんか、茶色の瓶に入ってるジンなんだけど。ということで、ジントニックを、今は、あれがないんで、コーディアルライムもないし、ライムジュースもないんで、仕方ないんで、ジントニックを飲みまーす。これ以降は飲み放送になります。ので、嫌な方は、飛ばしてください。でね、近くのね、スーパーにね、トニックウォーターが売ってないので、ちょっと、遠出して、どこだ、声優で買ってるんですけど、声優ね、声優でね、トニックウォーター売ってますんで、僕の大好きな、こちら甘めの、カナダドライトニックウォーター。それでは、まあ、だいたいこんぐらいかな。ちょっと入れすぎた。あ、いいのいいの。適当でいいの。だいたい1対2ぐらいがベスト。ジン1に対して、トニックウォーター2ぐらいがベストだと思う。ジントニックはね、適当でいいんです。こんなもん。ちょっと入れすぎた。でね、ライムジュースなんていりません。うん。で、あとライムとかね、絞る人いますけど、あんなの、いりません。むしろ邪道です。俺から言わせると邪道です。ジンのね、味をね、楽しみたかったらこれ、もういらないんです。で、これで出来上がる。一回この氷をこう、もしくはこの、軽くステアで、こう、ふいって終わり。これがジントニックの、作り方のコツです。いりません。ライムジュースとかいりません。カンピー。あ、甘い。あ、これ甘いわ、やっぱり。甘いなと思ったんだ。ジントニックで作るとね、一発でジンのね、甘さが、だいたいわかる。
あ、甘えなって。もう明らかになんか、ウォッカを飲んだ時に、あの甘いでしょ。あの甘さですね。結局ジンとウォッカって基本的にあの原料変わんないですから。あの、茶香するかどうかなんで、の違いなんで。で、その甘みが結構強いです。あの、酒独特の甘みがね。うん。で、これジントニックにすると、やっぱ、直接飲むとちょっと刺激が強すぎて、あれなんで。ジントニックとかにして、あの、飲みやすくすると。うん。甘い。あ、これ初心者向けの、で、香りも弱いし、これは初心者向けだけど、値段2000円もすっからな。初心者向けだったら、あの、普通に、ビーフィータージンが一番、ビーフィータージンもあんまり香り強くないけど、これよかは強いかな。うん。で、こんなに甘くないけどね。ビーフィータージンの方が、ちょっと辛い、ドライな感じ。あっちはロンドンドライジンだが、これ違うのかな、これは。本来ロンドンドライジンってここら辺に明記されてないといけないみたいな。そういうのあった気がするけど。何にも書いてないんだよね。あ、すっげえマイルドだね。ジントニック、ジントニックなのにすっげえマイルドだな、これ。なんだこの甘みとこの丸みは。これプリマスジンってこれ、ロンドンドライジンじゃねえだろ、これ。ロンドンドライジンじゃないでしょ、これ。どこのジンだ？あ、違うな。プリマスジンはドライジン発祥の地であるイギリスで最も長い歴史を誇るブランドですって書いてある。イングリッシュジンを代表とするプレミアム品ならではの口当たりの良さとかすかな甘みを感じる滑らかな風味。あれなのかな？ロンドンドライジンなのかな？ちなみに楽天だと1200円で売ってますよ。あ、安いんだ。プリマスジンこれ。あ、違うわ。あれ？あ、違うわ。ごめん。安いなと思ったらやっぱ違うわ。アマゾンだと送料込みで2000円ぐらいするね。ん？あ、違う。いろいろ間違ってる。あの、正規品の方は、高い。2000円ぐらいするけど、正規品じゃないやつは Amazon で1400円ぐらいで買える。送料無料だ。買うならこっちで買った方が、Amazon で買った方がいいと思う。多分、楽天送料高いから、送料500円ぐらい取るから、結果としてこっちの方が安いと思う。これマイルドで飲みやすいジンですね。これは初心者向けでしょ。初心者向けってなんか俺がなんか偉そうに言うけど、ぶっちゃけ、あ、違う、これ。いろいろ、俺間違っていた。1896年ドライマティーニのオリジナルレシピに使われたジンとして逸話が残っていますって書いてある。これあれか。さっきからなんかさ、なんだっけ。何の話したっけ、あのさ、コーディアルライムの話とかしてたけどさ、これドライマティーニのオリジナルレシピじゃん、これ。
そうだよ。このプリマスジンっていうのがドライマティーニの、そうだ。思い出した。これドライマティーニのそれ、元祖なんですよ、これ。これでドライマティーニを作ったっていう、そのドライマティーニが生まれたジンなんです、これ。あ、でもやっぱあれなんだ。ロンドンドライジンではなさそうですね。イングリッシュジンって書いてある。ちょっと違うのかな。ドライマティーニのオリジナルレシピに、プリマスジンが使われていたことが記録されており、またカクテルのバイブルとも呼ばれる。サボイカクテルブックにも名カクテルの主役として数多くリストアップされています。あ、やっぱイングリッシュジンっていうのがあるんだね。ドライマティーニのオリジナルのレシピがある。プリマスジンが3分の2で、フレンチベルモットが3分の1、オレンジビターズがワンダッシュ。って書いてありますね。やっぱロンドンドライジンじゃないんだ、これ。やっぱ全然ドライじゃねえなと思ったけど。そういうことなんだね。やっぱかなりまろやかで甘いんだよ。これは。で、香りも弱いし、なんかドライじゃないなって。ロンドンドライジンってもっとやっぱドライで辛口なんですよ。うん。多分。で、これはイングリッシュジンっていうらしい。うん。すんごいジントニック飲んでてもあれだもんね。恐ろしいほどなんかマイルドに感じるもんね。なんだこの、これジントニックかっていうレベルの。なんか口当たりがまろやかでさ。なんだこれって感じ。これは案外飲む価値あると思うね。ちょっと、まあ、1400円で買えるから、まあ、これはワンチャン買った方がいい、かもしんないですね。度数 41.2 度でしょ。若干、度数高いけど、それを感じさせないまろやかさと、甘さ。これはワンチャン買った方がいい。まあ、ジン好きな人だったら絶対買った方がいいと思いますね。ああでもジン、うん、まあ、ジン好きな人、ドライマティーニのオリジナルレシピでしょ。フレンチベルモットっていうのがよくわかんないけど、これフレンチベルモットってなんだ？ドライベルモットじゃないの？ノイリプラット。フレンチベルモットってなんだ？俺、ベルモットのノイリープラットしか知らねえこともねえけど。ノイリープラットが一番大好きだった。あ、フレンチベルモットっていうのはドライベルモットのことらしい。で、やっぱ普通にあれだね。ここにあるんだけど。ここにノイリープラットに1リッターがあるんだけど、怪しいですね。これだいぶ年月が経ってるから、これ飲めるかどうか怪しい。これ飲めるかどうか怪しいです。実に怪しいです。本来これ冷蔵庫保管なんだよ。ワインだからね。甘みが付加されたワインだから、怪しいですね。